い、どうもメガサブの地球をきれいに128回目は127回目ついでの8回目なんですけど、あんだもんだってすげえコンビニ。もう地に埋もれてるよ。メーカーの方入っちゃうよって。マジかよ。今ねゴミ拾ってて、歩きながら拾っちゃってたらとんでもねえのメッケだから、これは拾ってくる。見てください、これ。わかりますか？これ。これは、誰がどう考えても、釣り人、意外の人が捨てたものじゃないの。全部これラインだね、これ。わかる？これ。だけだよと。これ土にめっちゃ漏れてるのもあるし、ちょっと待って、これ黄色が垂らして拾う。これ全部ラインと木が絡まったやつ。しょうがないでしょ、ラインなんだよ。もう何十年も土壌は立ってるあれだけど、今ちょっとこうやってあと木少し取ってゴミ袋穴開いちゃうんで、これを投資のどうしましょうって話なんだけど、こういうのをなくすためには根掛かりしたら絶対手元で切らない、ね、できる限りラインを残さないようにしてください。でそもそも根掛かりっていうのはかなりの確率で取れますから、だからそういうのを、ね、まだできない人はできる人に教わったり、今は YouTube とかでもね、根掛かりの外し方とか教えてる方々もいますし、あとはもう絶対そこに投げたら引っかかるなと思うんだったらば、ね、自分の技術がないのであればそういうのはやめましょう、ね、練習してからにしましょう。そうじゃないとこういうことが起きてるんですよ。こんだけのライン、多分全部伸ばしたらとんでもねえ長さだ、ね、これが絡まって動物とかに悪い影響もあった時もあるし、鳥とかもそうだし、あとはこれを歩くと人間が引っかかって怪我する可能性もありますから、ね、ちょっと
しこういうのは考えてほしいです。その辺に置いてかないとね。寝がかりはしょうがないんですよ。誰だって寝がかる。そのをできる限り、ね、こういうものを残さないで、ね、処理する方法を得得してください。お願いします。で今俺勝手にガガガガやってるけど、ひでえやだ、フックドがつきっぱなしで置いてあるやつもあるんで、そういうの気をつけないとダメです。でこの周辺結構こういうのいっぱいある。なのでちょっと考えてもらいたい ね。特にわからない初心者の方、わかる人に聞いてお願い。わかる人に聞いて、暇だから釣りしてみっかっていう人もしょうがない。でもその時はぶっちゃけ釣り具屋さんが教えてやってくれ。釣り具屋さんは物を売るためだけの場所じゃなくて、これから先も考えてほしい。パッケージ、さっき拾ったねルアーもパッケージ、こういう野池にいっぱい捨てたんだ。なんで家で開けられない。じゃあ買い物してまっすぐ釣り行こうっていうんだったらば、ね、車で開けてくださいね。まあ逆に言えば釣り具屋さんがお客さんにパッケージ必要ありますかないですかっていう話して、ないですって言って、あの釣り具屋さんでパッケージね回収するっていうのもありなんじゃねえかなと思うんですよ。ちょっとそういう動きしていかないとマジで、ね、釣るっていう遊びができなくなんじゃないのか。できなくなったらどうするのって話で、できなくなっても関係ない人たちがこういうことしていくのはほぼほぼなんだけど、ちょっとね真面目に考えてよ。何十年も釣りやってっから分かることっていっぱいあって、ね、何十年も釣りやってっから分かることをちょっと言ったりすると分かんない人らにね、まあいろいろと言われる時もありますよ。でもそれおめえら分かんないんでしょ。だったら少し分かってる人らの話もちょっと聞いて、意見があるならば意見して話し合ってね。じゃあ一番いいのは何なのかっていうのを決めていくっていうのも手だと思うんですけどね。まあ、とりあえず私はゴミは捨てないでもらえればそれだけでいいんですけど、拾えって拾ってくれってまだ言いませんけど、とりあえずお願いだからゴミは捨てないようにしてください。お願いだ、今後のためにも。だいぶ細かく木とか取りましたけど、これ以上も取れないんで、このまま燃えるゴミとしてね投げますけど、これ全部ラインだかんね、これ全部ラインこれ。はい、そんなわけで128袋目はラインのお化けで、ラインのお化けで